先日の動画でガソリンコックを新品に交換しました。ただガソリンが漏れてるんですよね。原因をいろいろ調べてみました。そしたらなんと見つかりました。結論から申しますと、ガソリンの漏れ解決しました。その商品がタイガソリンガスケット元シールグレー、海外の製品ですね。いろんなシールよりタイガソリンで長持ちするとのことです。ということで実際に元シールを塗っていきたいと思います。やば、ガソリンにネジを落としてしまった。お待たせしました。こちらがタイガソリンガスケット元シールグレー、概要欄に貼り付けておきますね。特に私の SR の場合はガソリンコックからというよりネジ穴から漏れていました。ネジ穴周りに塗っていきます。うお、またネジ落としてしまった。これ急がないと。固まる前に見つけた、ここかくれんぼしてる。さあそれではしっかり締め込んで、ホースをつけて締め込んで完成です。改めてまたガソリンを入れていきます。コックをオンにして、あら、ガソリンが出ないね。ちょっと振ってみようかな。フリフリフリで出てきました。それでは早速エンジンをかけていきます。ここからはノーカットでいきます。いつもね、 SR のうぶちゃんは調子がいいです。それではキック一発目、よいしょ。いつもありがとう、うぶちゃん。3日経っても全然漏れてませんでした。ガソリンコックの漏れ解決です。